オラソイアリシア、皆さんこんにちは、アリシアです。先日、旅の子を始めましたという動画の続きです。今日は旅ノートの投稿のコツをご紹介したいと思います。旅ノートには YouTube でいうサムネイルと同じ役目のカバーという表紙写真が必ず1枚必要になりまして、一覧のカバーは YouTube のサムネをそのまま利用してますので何も手は加えてません。ノートに入れられる写真の数はカバーも含めて最大31枚までになります。YouTube からダウンロードした動画ファイルはこの一番下にある長いクリップで約8分間あります。書き出す写真はフル HD サイズで、縦が1080ピクセル、横が1920で、パソコンやスマホで見るのに適した大きさです。旅の子サイトで新着ノートですよとかおすすめですよとノートの写真が表示されるんですが、カバーの他に1番目、2番目、3番目、計4枚の写真が表示されますので、この4枚の写真が特に重要になりまして、見てもらえるかどうかは、この写真で決まると言っても過言ではありません。色、サイドの違いですね。あと、明暗の差をつけて、メリハリのある写真を選んでいきましょう。では、書き出します。カーソルを書き出した位置に置いて、この辺かな。はい、1番目はね、私の足元の写真ですので、これを、この位置にカーソルを置きます。で、JPEG の静止画として書き出します。ファイル、共有、で、現在のフレームを保存を選んで、次にこの設定を押して、ここは JPEG を選びますね。で、次へ、はい、名前は、例えば、歩きとかですね、つけて、フォルダを選んでいただいて、で、保存。写真にテキストも入れたいという場合は、例えばですね、もうテキストを、ここに用意してるんですけれども、この白枠で囲まれたところがテキストで、で、周りの余白をね、避けてください。この中央寄りにテキストは配置してほしいんです。なぜなら、旅の子の写真表示は、周囲をね、少し切り取る傾向がありますので、余白は残しておいた方がいいです。ここで写真の選び方と、あと撮影時のコツなんかも少しお話ししたいと思います。はい、よくある食べ物の写真ですね。旅に行ったら美味しいものの思い出って残したいですよね。すべてのおかずが画角の中に入っているという写真ですね。で、これで終わることがよくあるんですけれども、もう一押し。はい、ドン。アップの写真ですね。先ほどのは、そうですね、被写体から5、60センチぐらい離れて撮ってるかと思うんですが、このビビンバ丼のアップは20センチぐらいまで近づいてるかな。ミドルとアップの両方で撮っておくということですね。はい、次は風景の写真ですね。関空大橋を撮影したものなんですが、ほぼほぼ上下2分割で、水平も保たれてて、もう一工夫した写真がこちらです。左側に、前ボケを入れました。街灯がありましたので、星飛雄馬のあきこ姉さんみたいにですね、柱にちょっとこう隠れて、影から覗き見したみたいな感じの前ボケを入れつつ、関空大橋を写しました。そうすると、先ほどの、写真に比べると立体感を感じやすいと思うんですね。写真を見てる人からすれば、おそらくこの左の柱のすぐ右側に自分が立って見ているような感じになると思います。はい、次は夜景で、これは法善寺横丁を撮ったものなんですが、左側に赤レンガの建物があって、奥に南のネオンの通路が伸びているという写真ですね。で、この写真を撮ったのであれば、もう一丁。はい、ライトのアップも撮っておきましょう。
次は旅の子のサイトでノートを実際に作っていきましょう。はい、旅の子のサイトに来ました。まずはじめにこの新規登録で、自分のアカウントを作る必要性があります。私の場合はアカウントをすでに作っていますので、ログインします。ログインしますと左上に自分のアカウントが現れますのでクリックします。そして右側にノートを作る、ここからですね。今回はチランの旅ノートを再現していきます。まずノートのタイトル、次が、ノートのカバー写真ですね。これは、YouTube に上げてるサムネをそのまま使っていますので書き出しはしていません。カバーの写真の表示には、制限がありまして、このように内側に収めないといけません。元の画像を大きくしたり小さくしたり自由にできます。あと、上下左右にも動きます。この辺ですかね。よいしょ。はい、これで決定ボタンを押して、はい、カバー写真ができました。次は、ノートのコメント。このノートは、どういう旅の内容ですよとかあらすじを書いてあげるといいと思います。私の場合は YouTube の URL とあとハッシュタグをいくつか入れています。旅の日程ですね、2020年の7月22日に行っていますので、はい、で日帰りなので同じ日付を入れます。はい、次にスポットですね。旅に行って箇所何箇所かに絞る必要があります。例えば10箇所とかすごく多いスポットを投稿されている方もいらっしゃるんですけれども、下の方までねスクロールして見るのちょっとね面倒くさいというか、ちょっとお腹いっぱいになっちゃうので、私は3箇所に絞っています。スポット1つ目を入力します。はい、特攻観音入り口バス停というふうに入力しました。場所の名前と地図とあと住所などが候補で上がってきますので、下に出てますね。ここをダブルクリックで決定させます。赤い印が、マップとそれからスポットの場所が連携されたという状態です。次に、スポットの写真を投稿していくんですが、先ほどお話ししたようにノートカバーの写真とそれからこのスポットに入れた1番目2番目3番目計4枚が大事な写真ですよというふうにお伝えしましたが、ここの写真の1から3枚目重要ですよ。1つ目から3つ目まで入れました。色味をね、ちょっと見てほしいんです。こちらが、下がグレーで上半分は、ブルーって感じですね。で真ん中は、黒地にセピア色。で右側は、白地に、黒の文字というふうに、明暗をね、つけています。写真が11枚入りました。下に行って、このノートのメモですね。このメモはスポットに関するものだけにしましょう。はい、文章を入れました。私の場合はですね、ここにカメラの絵文字を入れて写真の説明をいくつかしています。その後に、交通アクセスということで行き方の情報を入れました。最後に、ハッシュタグを入れてます。ここのハッシュタグは、一番上に書いた、ノートカバーで入れたハッシュタグとはまた別のキーワードにしましょう。スポット2つ目はこのプラススポット追加、これをクリックして、はい、同様に作っていきましょう。でスポット2つ目は写真を14枚入れました。スポットさんに写真5枚を入れました。これで合計31枚を入れ終わってます。画面の一番下に行って、まずは確認ですね。もし、途中で作業を止めたい場合は下書き保存ということで、また次の日に再開ということもできます。
誤字脱字がないか、情報は間違ってないか、写真の並び方などすべてチェックをし終えて、OK であれば投稿して公開ということです。この動画が良かったよ、ためになったよという方は、ぜひいいねボタンで教えてくださいね。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。